はい、こんばんは、竹下敦です、今日はね、ギタリストをご紹介いたしましょう。日本でね、トップクラスの技術そして人気を誇るチャーさんです。本名はね、竹中久人さんと申します。竹中久人さんというお名前なぐらいでですね、私は竹下敦なんですが、同じ7文字なんですね。竹中久人、竹下敦。竹中さんはね、1955年6月16日の東京生まれです。戸越に住んでいらっしゃいまして、何度かお見かけしたことがございます。お散歩されておりました。とてもね、穏やかでいらっしゃって、そして紳士的であってかっこいい、とてもね素敵な方でした。まずね、私はチャーさんに対してすごくコンプレックスがありまして、一つはね、竹中なんです。中の中なんです。はい。僕の場合はね、竹下なんで中の下なんですよ。でね、チャーさんって確かにギター上手いですよ。すごい人だと思うんですけど、じゃあ取り立てて手が大きいとかそういうことないんです。手がね、普通の人の大きさなんですよ。だからね、例えばアラン・ホールズワースとかね、すっごく手が大きい人、もうこうバーって手開くと、とてつもなく普通の人類では届かないぐらいのところを押さえちゃって、こうブラララララって弾くようなね、そういう人と違うんですよ。日本人が、まずね、日本人のギタリストってチャーさんのこと嫌いな人っていないと思うんですけど、なぜかというと、チャーさんって特別なところがないんです。ウルトラ速いとかね、ウルトラ速い弾きとか、ウルトラビブラートがすごいとか、そういうことがないのにチャーさんってすごいんですよ。でなぜかというと、身長も体重も手の大きさもそんなに日本人の中で飛び抜けてないわけです。例えばこれが布袋さんだとね、まず身長190以上あるわけですよ。あの大きい体でギターよいしょと思ってね、はいはいってやられたら、こりゃかなわねえよって思うわけですよ。でもね、チャーさんは身長も多分私より低いですし、なんとだって60過ぎてるんですよ。60過ぎていてもまだね、グループ魂さんのね、とコラボレーションしたりとか、遊び心を忘れないわけです。だからね、チャーさんはやっぱりかっこいいですね。で、チャーさんはね、8歳でギターを始められてるんですね。でその前にはピアノを習ってらっしゃって、で、8歳でしょ。で僕は3歳からギターを始めてるんですけど、僕より5年遅いわけです。しかしね、チャーさんは10代の時からスタジオミュージシャンとしてね、活躍をされて、まあたくさん弾いたんでしょうね、練習されたんでしょうね。僕もたくさんギター弾きましたけど、僕の場合は遅咲きですね。やっと今頃になって、いいお話をいただけるようになりました。本当にありがとうございます。関係各位には感謝いたします。そんなわけでね、人間というのはね、開花する時期っていうのは人それぞれなんです。早くからうまくいく人もいれば、僕のようにね、晩年になって急激に、いいことが起きる、そういう人もいるんで、まず諦めないでください。一つの道をね、歩み始めたら、それはね、いつかびっくりするようなね、形で実現します。はい。途中ね、いろんなことを言われます。
絶対に無理だとかね、向いていないとか、いろんなこと言う人が出てきます。それは私のことを思って言ってくださってるんです。それはね、とてもありがたいことなんですが、その人間の一面だけを見て、そのようにおっしゃるわけですね。竹下は、ギターに向いていない、向いてないでしょ多分。そんなに自分で天才だともね、すごく実力があるとも思っていません。ただね、長いこと弾いてるとチャンスっていうのは巡ってくるもんです。真面目にずっとコツ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 とやっていればね、不思議とチャンスっていうのは巡ってくるもんです。ですからそのチャンスをね、しっかりと掴むこと、無理ではなくね、自然な形で、それはね、ある日びっくりするような形で巡ってきます。自分がそんなところに行っていいのって思うようなところにほいってある人がね、乗せてくれたりするものです。ですから若い皆さんね、ギターでもピアノでもいいです。それだけで生きていこうと思わずに、自分の生活の中の一つとしてね、そのプロのギタリストかどうかっていうことはね、あまりどちらでもいいことなんですよ。プロギタリストって何をもってプロギタリストかっていうと、それでお金を得てる、それがプロのギタリストですよね。じゃあ私がプロのギタリストかっていうと、それでお金を得たことがあるのでプロのギタリストなわけです。じゃあそれですごくお金をもらっているかっていうと、すごくお金をもらってないわけですよ。なので要するに売れないプロギタリストですよね。はい、人によってね、捉え方っていうのは様々ですが、私はプロの、レーシングドライバー、ラジオコントロールカーのね、レーシングドライバーだった時があります。その時はとても、たくさんのお金をいただきました。本当にありがとうございます。それはね、たくさんの努力をしました。人よりもたくさんの努力をしました。ですから、それで生活ができたわけです。そして今ね、人よりたくさんの努力をしたギターでね、生活ができようとし始めております。ですからたくさんの練習をします。もう手はボロボロです。でもね、何でもこういう芸事っていうのはね、身を粉にしてボロボロにしないとそこへ達することはできないものです。ですからね、皆さん、これって思ったものがね、一つ見つかったら道がぜひね、貫いてください。その先には必ずね、何か道が開けるものです。今日ご紹介したのはね、チャーさん、日本が誇るね、素晴らしいギタリストです。そしてミュージシャンです。1955年6月16日東京生まれ、本名竹中久人さんです。私もとても大好きなギタリストです。生きてる間にね、一緒にギターが弾けたら、そんなことはね、思いを馳せながら、日々邁進していきたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。竹下敦史でした。 See you soon です。